はい、皆さんこんばんは。今月も中田博史の楽しい資産形成塾パート2、やってまいりました。もう早いもので11月も終わりに差し掛かっておりまして、もう今年もねほぼ終わりですね。海外のヘッジファンドなんかは今月末が決算ということで、まあ、いろんな動きが出たりしております。ずいぶん寒くなってまいりました。今日はねちょっと暖かかったんですけども、今日は午前中から私どもこのセミナー会場で、月1回の定例の勉強会がありまして、午後からはハワイのハワイ大学元名誉教授で私どもの顧問をやっていただいております西山和夫先生のセミナーを、これ神田の会場でちょっと今やってきて、懇親会が終わって今ようやくオンエアに間に合ったという感じでございますが、今日は比較的暖かい日でした。西山先生がねハワイの風を運んでいただいたのかなというふうに思っておりますけれども、今日は私一人で約60分間お話ししたいと思っておりますので、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。先ほど冒頭でも申し上げましたように、まあ、今年1年間、ちょうど政権交代からほぼ1年が経過いたしました、まあ、アベノミクスということでですね、株価、去年の今頃の株価、あるいは、為替レート、覚えてらっしゃいますでしょうかね、確か11月の十何日ですよね、党首討論会で、当時、民主党の、まあ、総理大臣だった野田さんがね、衆議院を解散すると言った翌日から実は世の中激変していったわけですけども、それからちょうど1年経ちました。当時80円台前半であった為替がですね、いよいよ久しぶりに週末では101円を超えてまいりました。日経平均株価もですね、今年5月に高値をつけた後1万2000円台まで調整してましたけども、先週末いよいよ1万5000円を回復してきたという形で、まあ、この1年間経ってみますと、結果的には株価で言えば約 80% ぐらいね、値上がりしておりますし、為替も80円台から101円ということですから、まあ、約3割弱ですかね、25% ぐらいの上昇という形、まあ、上昇といいますか、ドルが強くなったという形になってきております。で、まあ、いろんな政策が取られました。4月には日銀総裁が交代して、まあ、異次元の金融緩和って言われるね、非常にまあ、ユニークといいますか、歴史に残る、まあ、金融政策を今、日本は取っておりまして、現在進行中ということですね。それから、まあ、三本の矢ということで、この一つの柱であった金融政策、それから、財政政策ですね。で、その、実体経済がこれからどういうふうに動いていくのかということで、まあ、1年目のアベノミクスの、まあ、評価は、まあ、そこそこ、まあ、いろんな細かい議論はあるんですけども、一応株価、それから、円安、要はこれはデフレマインドを止めたという意味では、まあ、ある意味合格点なのかなというふうに私なんかは思っております。まあ、市場の評価もですね、そういう意味ではほぼほぼ一致してるんですけども、まあ、今後の持続性とかですね、それからこれから起こってくるいろんな副作用ですね、こういったものに対しての懸念は引き続き残っておりますので、やはりこの第三の矢、これの実効性が今後ますます問われてまいります。で、その中で、まあ、前々回ぐらいですかね、お話しました、東京オリンピックの招致というのが正式に決まっております。これは安倍さんの、まあ、アベノミクスの政策を実行していく上でもですね、まあ、非常に大きな追い風になって、これから、まあ、効果が出てくるんではないかなというふうに、まず期待されてますよね。で、この期待されるっていう現象が非常に大事で、実際にそのどうなるかっていうのは、まあ後からついてくる話で、その我々一人一人の感情、気持ちがですね、前向きにどう変わっていくのか、まあ、今まで長いこと続いたバブルの崩壊以降のですね、非常に暗いトンネルの中を、将来に対しての不安感だとか、漠然としたね、そういう思いの中で日々を送ってきた我々日本国民全体のですね、意識が、これからまさに変わっていかなきゃいけない時期なんですね。ですから傍観者ではなく、ぜひ当事者意識を持って、まあ、これからの日本を明るくしていこうという思いを、まあ、皆さんがね、ぜひ持っていただきたいなというふうに思っておりますし、そういうヒントになるような行動のパターンですとか考え方、まあ、こういったものをこの番組を通じてもお伝えしていけたらなというふうに思っております。
まあ、通常ですとね、いつもゲストをお招きしていろいろお話をするんですが、一応まあアベノミクス政権交代からほぼ1年ということで、今回はいろんな市場を振り返りながらですね、ぜひ、今日は一つの数字を取り上げて皆様に考えていただきたい、これからのアクションを、皆様方のアクションを考えていただきたいという思いで一つの問題提起をさせていただきたいなというふうに思っております。実はですね、ここに一つの、資料をご用意いたしました。これは1977年ぐらいから、遡ってですね、ここに書かれてますのは、インフレ率、消費者物価ですね、それから、預金金利、それと10年もの国債金利、ですから日本の長期金利、短期金利、それから、物価水準、これを1977年からずっとチャートで、示したものなんですね。で、実はこの77年の前、数年前までは第一次オイルショックということで、私当時小学校の 4,5 年生だったと思います。狂乱物価という時代がありまして、瞬間日本の物価上昇率が 20% を超えた時期が実はあるんですね。ちょっとそこの数字入れちゃうとチャートがかなりちっちゃくなっちゃうので、今回は77年以降ということにさせていただいておりますけれども、それでもやっぱりかなり高い物価、これ第二次オイルショックの時ですね。で、この時に長期金利が、非常に高い水準をつけておりましたし、預金金利も非常に高い水準だったわけです。で、その後一貫して、一応91年にですね、これ何が起こったかというと、私は当時銀行からですね、証券会社に出向しておりまして、国債のディーリングをするセクションにおりました、ね、国債を売ったり買ったり、そういうセクションにおりましたけれども、実はこの年にですね、クウェートにイラクが侵攻したと、まさに中東戦争が始まったわけでございます。で、この時に、債券が大暴落いたしました。暴落するということは金利が急騰したわけですね。おそらくここではチャート上は 8% ぐらいの手前で止まった形になってますけども、実際にはですね、8% をはるかに超えるような水準まで、売られた時期もございます。かなりこの時は大きな金融市場環境の、変化がありました。ところがその後一貫して金利、今10年もの国債金利って皆さんご存知ですか、0.6% ぐらいですね。10年間に支払われる年間の利息が毎年 0.6% ずつ、こういう時代になってるわけです、当時は黙ってても 7%、8% の年間の利息がもらえた、そういった国債が発行されていた時期から、約20年を経てですね、今なんと 0.6%、100万円預けてもですね、年間6000円しかもらえない、こういう時代になってきています。さて、消費者物価、ここもう一つ数字が出てます。消費者物価という数字が出ておりますけども、これは例えば我々が日常生活の中でスーパーで物を買ったりですね、床屋さん行ったり、ガソリンを入れたり、いろんなその消費行動をやってますけども、そこに関わってくる数字ですね、物価指数と言われるものです。で、これがですね、直近で言いますと93年ぐらいですかね、1993年ぐらいをピークに、一貫してずっと下がってきているというトレンドがはっきり出ていると思います。1993年と言いますとね、ジュリアナ東京が開業した年でございまして、バブルの崩壊は90年に遡るんですけども、浮かれた雰囲気はですね、93年ぐらいまで続いて、物価が一番高かったのが実は93年という統計が出ております。で、そこから、当時 3% ぐらいですかね、そこからずっと物価が下がってきて、マイナスになった時期もありますしね、いわゆるデフレという環境が当面続いてきたわけです。ところがこのままデフレ環境が続くとどうなるのか、非常にマイナス均衡といいまして、人々のその意欲も、それからいろんな経済活動の規模もどんどんちっちゃくなっていってしま
まあ、これになんとか歯止めをかけなきゃいけないということで、まあ、安倍政権が掲げたのがデフレ脱却、一つのポイントとしては、まあ、円安誘導ということになるわけです。で、これは大きな副作用を実は伴うんですね。まあ、円安に転換したおかげでですね、日本の株価も大きく回復した側面は当然あります。皆さんご存知の、まあ、日本の代表的な企業、かつてはほとんどの企業が、まあ、輸出型産業といいまして、日本で作った製品を海外で売ることで、主にその業績を拡大してきた、まあ、そういった企業が非常に多いわけですね。まあ、自動車のトヨタをはじめ、パナソニック、シャープ、ね、ホンダ、いろんなところが、海外でその名前を世界に知らしめた、そういう時期が1980年代だったと思いますけども、その後どんどん、まあ、日本が追い越したように、日本の企業も、中国や韓国や、場合によってはインド、その他の国々の追随を、まあ受けまして、ついには抜かれてしまう、まあ、そういった時代に入ってまいりました。で、まあ、日本の株価指数というのはですね、実はこの輸出型産業の構成が非常に大きいんですね。ですから、かつての、まあ、優良企業といいますか、大手企業、ここの業績に非常に大きく左右されやすい。したがって、まあ、全上場企業というのは、その日本にある会社のうちの約 40% 弱なんですけども、その中でも大手の輸出型産業の、規模が非常に大きいですから、まあ、雇用者数もね、非常に多いです。ですから日本経済全体に与える影響は確かに数は少ないけども大きいんですね。したがって円安になることで、実はこういったかつての輸出型産業、大手企業の業績は実は急速に回復しました。まあ、それを受けてね、株価が上昇するというのはある意味当然の動きになります。ところが、まあ、日本の企業、残りね、6割以上は中小企業と言われる企業です。で、ある試算が出てましてですね、これはある都市銀行系のシンクタンクが発表した数字なんですけども、10円円安になることで、どれくらい企業の業績に影響が出るかといった話が、まあ、試算がなされてました。今日はちょっとその細かい数字はね、お出ししませんけども、全体としては、国全体としては、大きなプラス効果が出ます。何千億円というプラス効果が出ます。ところがですね、大手企業はものすごく大きなプラスなんですけども、中小企業、これはほぼ同額、まあ、ちょっとの差ですからね、マイナスなんです。要は円安になることによって収益を圧迫されてしまう。場合によっては利益が減ってしまう。そういう企業の数字がものすごく大きな数字になります。ところが、まあ、大手企業の額の方が大きいので、まあ、結果的にはまあ、相殺というかネットアウトして差し引きしますとね、国全体としてはやっぱり円安による効果が大きいという統計上の数字は出るんですけども、中身を見ますと、円安で苦しんでいる企業の数は圧倒的に多いわけですね。これが今後この円安トレンドが続くことによってどういうことが日本の国に起こってくるのか、これは一つ大きな課題になっております。単純に円安を喜べない、そういう環境が、一つはこういう企業のね、収益と日本の景気を図る上でも今後非常に大きなポイントになってきます。さて、じゃあ我々個人にとってはこの円安って一体どうなんだろうということなんですけどもね、皆さん最近スーパーに行かれて何かお感じになるようなことはありませんでしょうか。あるいは車を運転されている方はね、ガソリンの価格とか、まあ、いろんな日常の消費行動を通じて、もしかしたら最近ちょっといろんなところで価格が上がってきてるなということをお感じになっている方もいらっしゃるかもしれません。これはもう当然ですね、去年の今頃80円だった為替が今101円ですから、単純に 20%、30% 弱の、まあ、円安になってます。で、日本の場合はいろんなものを海外から輸入してますから、今まで80円で買えてたものが、今だと101円出さないと買えないということになってきたわけですから、そうすると、まあ、原料を輸入してね、製品を加工して販売しているところにとってみたら、仕入れ価格が当然上がっちゃってるわけです。で、値上げをしない限り、当然企業収益を圧迫しちゃいますから、当然ある程度は価格に転嫁せざるを得ない。
という形で、まあ、食料品を筆頭にですね、まあ、いろんなものの価格が今じわ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 上がってきています。そのトレンドを示しているのがこのチャートになるわけですね。いよいよですね、これどっち側になるのかな、このあたりですね、こっちの、皆さんから見ると右側になるんですかね、こちらの数字で今歴史的なことが実は起こっておりまして、このインフレを示す物価指数のチャート、それと1年、まあ、銀行預金と、それから緑色の10年もの国債ですね、これの、グラフをちょうど見ていただきたいんですけども、物価の方が金利を上回る、そういった事態が起きてきています。これは何を意味するかというと、皆さんがもし100万円お持ちだったとしたらですよ、銀行に定期預金しても、まあ、ほとんど利息がつかない状態ですよね。10年もの国債買ってもさっき言いました6000円しか年間の利息もらえません。ところが今物価指数が 0.7% を超えてきたんですね。ということはですね、6000円の利息もらうことができるのに7000円支払わなきゃいけないものを買うんですよ。ということは1000円お金の価値が減ってしまってる、まあ、こういう環境になってきてるわけです。まあ、これはまさにインフレの一つの、まあ、怖いところといいますかね、我々が今後ここ数年間これからの時代ですね、考えなきゃいけないのはこのインフレにどう備えていくか。今まで20年間というのはインフレというのはあんまり生活時間の中になかったです。ずっとデフレでしたからね。ですからインフレに対して備えるとか何を言ってんだという話だったわけですけども、これからはね、時代が変わりました。ここははっきり認識して頭の切り替えをしていかなきゃいけない、頭だけじゃなくて行動が伴ってこなきゃいけないという時代になってまいりました。ここはぜひ皆さんしっかり認識しておいていただきたいですね。明らかにこのグラフを見ていただいても、今まではね、ずっと債券で運用したり現預金で持っていること、預貯金にしておくことがデフレの環境下ではものすごく合理的だったわけです。デフレっていうのは物に対してお金の価値が強くなる状態ですね。まあ、物価が下落していくという現象も起きるわけですけども、これからインフレの時代というのはお金の価値が物の価値に対してどんどん目減りしていく時代です。したがって、この 0.7% のインフレ、これはまだまだ通過点です。これ日銀がね、掲げている目標値っていうのが 2% の、まあ、インフレをコンスタントに維持する、まあ、常にね、この 2% のインフレが続くような状態を維持する、そこまでは金融緩和政策を緩めません。これ世界的に公約しているわけです。でこれはまさにアベノミクスの第一の矢の一番大きなポイントなんですね。ということは今 0.7% の物価は、そう遠くない将来 1% を超えて、まあ、2% の方へ向かっていきます。でそれを加速する現象が近々起きるわけですね。皆さんご存知の消費増税です。消費税が来年の4月から 3% 引き上げられますよね。で過去その 2% 消費税が引き上げられた時期が1回ありましたよね。あの時にじゃあどれくらい消費者物価に影響を及ぼしたのか、大体ですね 1.6%、 2% 消費税が上がって一般的な生活の物価が 1.6% 上がったそうです。ですから大体8割ぐらいの影響力があるというふうに考えると、今回上げ幅が 3% ですよ。そうすると少なくとも 2% 以上の、消費者物価に与える影響が十分、まあ、考えられるわけですね。今足元で 0.7% 上がってきています。これにさらに 2% を加えるとどうでしょう、 3% ぐらいになっちゃいますよね。もちろんこの効果は1年後には剥げ落ちますから、それをまあ平均的に延長線上で伸ばしていくと、まあこの 1,2 年の間にですね、それでも 1% を超えてくるような、まあ、物価水準には確実になってくるということになります。ですから、今 0.6% の国債で一生懸命運用しようと思ってもですね、その利息以上の生活物価の高騰がこれから起きてきますし、今現在まさに起きようとしているわけです。そんな中でですね、一生懸命現預金でお金を持っていても、どんどんその我々の資産価値というものが目減りしていってしまう、これが
今後の一番大きなポイントになります。これはぜひ大事なポイントなので、意識の中で行動の中でね、これをどういうふうに生かしていくのか、皆さんにぜひ一度お考えいただきたいんですけども、今日はテロップ用意しておりません。今日はこの1枚で勝負しようと思ってるんですけど、一つはですね、今、皆さんにちょっと数字をねお話します。日本国民の、最近出てきた統計で一番新しい数字ですけども、個人の金融資産、これがなんともう1600兆円に達してしまったわけですね。これはいろんな外貨で保有しているものの円安効果とかもいろいろ含まれるわけですけども、1600兆円の個人の金融資産があります。そのうち預貯金の比率は、あるいは金額はどれぐらいあるかご存知でしょうか、ね、最新の数字ですと約850兆円です、ね、半分超、 50% 超が預貯金なんですね。これ一頃よりも、まあ、減ってます。実はそれでもまだ850兆のお金が、ね、現預金、まあ、言ってみれば銀行預金に 眠ってるとか、銀行預金で運用されてる。じゃあ考えてくださいね。物価が 2% 上がりましたね。話を単純にします。物価が 2% 上がりました、我々は一生懸命預金をして 1% の利息を得ましたね。そうすると 1% の預金を上回る 2% の物価上昇ですから、差し引きしますと 1% 価値が目減りしていくわけですね、お金のね。そうすると銀行にのその預金してあるお金の価値が 1% 目減りしちゃうわけですよ。で、国全体でね、850兆円、このうちの 1% の価値が毎年失われていくわけですよ。なんと年間8兆5000億円のお金の価値が何もしないことによって、黙っていてても持ってかれちゃうわけです。失われちゃうわけです。これ皆さんほっとけますかね。約1億人で換算してもね、年間1人当たり8万5000円持ってかれちゃうんですよ。これがインフレなんです。ということは、この8万5000円の目減りを減らすため、減らさないために、目減りをさせないようにするためにね、皆さんだったらどういうことをされますかね。お給料が増えてくれば一番、まあ一つはいいですよね。確かに今のアベノミクスの政策の中で、まあ、給与を水準を上げていこうという動きはもちろん優先課題として出てます。ところが具体的にそれができる企業はどうでしょう。先ほども申し上げましたように、大手企業、大企業、上場企業は円安で大きな収益的な効果が、見込めて、なおかつ実際それがね実現してますから、まあ、お給料を増やすっていう原資があります。ところが大半の企業、特に中小企業はこの円安によってですね、業績は変わらないのに収益が圧迫されて利益が減ってってる、場合によっては損が出てる、こういう会社がこれからどんどん増えていくわけです。そういう経営状態の企業に対して、この間出ましたね、9500円のベースアップを、求めていくと。これ大変な負担ですね、中小企業に対しては。したがってますます大企業と中小企業の格差が開いてきますし、給与水準の格差もね、勤めていらっしゃる会社によって大きくこれから差が出てくる、まあ、こんなことが容易に想定できるわけです。で、要求された中小企業側もですね、なかなかそう簡単には、気持ちはあっても、背に腹は変えられないところもあります。なかなかそう簡単には賃上げには応じられないということになりますと、国全体としてはね、一部お給料が上がるその従業員の方もいらっしゃいますが、全体としてはなかなかその物価の上昇分に追いつかない、ということになりますよね。そうすると収入がなかなか物価に追いついてこない。年金はどうでしょうか、まあ、物価スライド方式ということを言われてますけども、当面は過去下げなかった分の調整がありますから、そう簡単に上がってこないですよね。ですから年金生活者の方々にとってみても非常に厳しい環境になってきます。ってことはですね、我々はこの8万5千円を年間ひねり出すためにですよ、節約するか、ね、それを上回る、まあ、資産運用からの運用益を得るか、
まあ、お金がお金を生んでくれる仕組みを作ると、まあ、こういうことに意識を振り分けていくしかないわけですね。で、意外と日本人はこの節約ってものは得意です。震災以降、その節電もいろいろ皆さん工夫されて、やればできるじゃないかってことがいっぱいありましたよね。で、これは喉元を過ぎてしまうと暑さを忘れるじゃありませんけども、今それを習慣として定着させている方は意外とまだ少なくなっちゃいましたね。でも日本人は割とそういう逆境には強い部分がありますから、財布の紐を締めてかかる可能性があります。これはですね、このアベノミクスが狙っている効果とは実は逆の動きになってしまいまして、ね、あのお金を増やすには入りを増やして出を減らすしかないわけです。で、出を減らす方に意識が集中してしまいますと、これはその将来の成長に対してものすごいブレーキになってしまいます。ですからそれじゃなくてですね、もちろんこれはやんなきゃいけない。この話はまた時間があればしますけども、やはりそのこのインフレというタイミングで資産価値を目減りさせないような手段を自ら構築していく、あるいは行動様式を変えていくということがものすごく大事になってくるわけですね。今年もうほとんど流行語大賞、来月早々に発表になりますけど、まあ年初の方で流行ったいつやるの今でしょうってのはおそらくね残るとは思うんですけど、対象にはちょっとならないかなという感じなんですが、実は今年の上半期でねあれが流行ったのはまさにこういった時代の変化を先取りする意味もあります。今までは先延ばしをすることが結果的にいい結果につながってきたことが多かった。これがデフレなんです。ところがインフレの環境下になると、今日やっとくべきことを明日に伸ばすことによって、コストが上がってしまうかもしれない。ね、今月末まで買えば100円で買えたものが、来月になった瞬間に120円になってしまうかもしれない。まさにそういう時代が今、目の前に迫ってるわけです。まあ実際そういうのは現実のものになりつつあります。ですから、いつやるの、今でしょうっていうのはまさにこのインフレ時代にぴったりのキーワードなんですね。今できることを今やる、ね、先延ばししない。ですからいろんな皆様の将来のプランに対しての具体的なアクションはこれからはできるだけ早く、実行に移していく必要があります。まあ、そういう意味でですね、先ほど言いましたようにほっとくと毎月毎年ね8万5千円お財布の中から減ってっちゃうんだよと、そういう環境の中でぜひその時代の先を読む力を身につけていただいて、これから我々がやんなきゃいけないこと、具体的にぜひ考えていただきながらですね、学んでいただいてそれを実行に移していただきたいなと思います。まあ、その一つの有効な手段が、まあ、資産運用ということになります。資産運用というとですね、なんか株を買うことだとか投資信託を買うことだというふうに短絡的に考えるのではなくですね、やっぱりその資産価値を守る、そのために必要な手段だと。なんか博打を張って積極的にお金を増やすというのとはちょっと次元が違う、新しいこれからの時代に必要な資産運用のあり方というものをぜひ、しかもそれがご自身に合ったやり方をね、見つけていただきたいなというふうに思います。では具体的にどんな方法があるのかということなんですね。で、一つ、まあ、これずっとこのチャートが示してますように、実は今までそのインフレをヘッジするために1年の定期預金というのはですね、それなりに効果があったんです。インフレ率をほぼほぼカバーしてました。もちろん突発的な事象が起きたとき、これはインフレ率の方が預金金利を上回った時期があります、過去何回もね。でもそれはほぼ1年で収束してきました。ですから長い目で見た場合は1年定期預金をしとけばですね、なんとかインフレをカバーできる、そういう環境が続いてたわけです。ただこれは今までのそういった金融環境であったり市場環境であったり、それが前提で、まあ、金利を上げたり下げたりするっていうその金融政策が非常に有効に機能してた時期に起こっていることなんです。今我々が直面している時代はですね、ものすごい歪な世界なんですね。物価が上がりました。本当であれば金利も上がっていかなきゃいけないんです。特に長期金利はね。長期金利の、まあ、その理論的なその決まり方というのは、物価水準プラス、まあ、経済の成長率というふうに言われてまして、
まあ、今であれば 2% の物価に、安倍政権が掲げている 1% 以上の成長ということなので、最低でも 3% ぐらいあるのが、まあ、妥当な水準だろうと、理論的にはそういう一つの目処値が出るわけですけども、それを日銀がですね、日本の中央銀行が毎月 7.5 兆円という莫大な、ね、お金を投じて市場からその国債を買い取ってるわけです。それによって金利が上昇するスピードを何とか緩めて、場合によっては抑え込もうという政策を取ってるわけです。ですから物価は上がってくけども、金利がなかなかそれに追いついて上がってこない、こういう政策を実は取ってるわけですね。そうすると過去1年定期預金が、物価水準を下回る期間というのは1年ぐらいでなんとか収まってたのが、今これから来る時代はその過去の経験値が通用しない時代になってきている、まあ、こういうことが非常に懸念されます。でおそらく数年はこの状態、逆転した状態がね、続くんだろうと。じゃあ預金しててもしょうがないな、ね、国債買ってる人は、まあ、満期まで持ちきる人もいるかもしれませんけども、預金で眠ってるお金、あるいは、どうでしょう、タンス預金になってるようなお金もあるかもしれませんね。こういったお金を目減りしないようにするためにどうしたらいいのか、みんな真剣に考え出します。皆さんもぜひこれは真剣に考えていただきたいんですけども、今までは預金は結構有効な手段だった、ね、ところがこの預金はもう、その守ってくれないっていうことが、ぜひこれはそういう感覚を持っていただきたいんですけども、じゃあ預金じゃなくてどうしたらいいのかということを考えていかなきゃいけないです。でこれは人によっていろんな答えがあると思います。例えば海外の、ね、比較的金利の高い債券とか、通貨で運用するっていう選択肢を考えられる方もいらっしゃるかもしれない。もちろんこの金利が高い国の通貨というのはそれなりのリスクが当然あるわけですけども、場合によってはそういう選択肢もあるかもしれない。あるいはね、株、今まで債券から株式にお金がどんどん流れていく時代、まあ、これをグレートローテーションというふうに言います。債券の時代が過去30年間続いたわけですから、これはアメリカも同じなんですね。ヨーロッパも一緒です。債券のパフォーマンスが非常に高かった時代から、いよいよもうこれ以上金利が下がらない、むしろ将来上がる方向しかないという中で物価が上がり始めた、ね、そうすると債券で運用してても実質その資産価値が増えてこない、むしろ目減りするという環境下で、果たして新しいお金がずっと債券に入り続けるでしょうか、ね、答えはおそらく買わなきゃいけない人はいるので、まあ債券には一定のお金は流れますけども、いや債券買うんだったら株の方買った方がいいかなという方がこれからは徐々に増えていきます。それから、円安になってますよね。でこのトレンドも、3つの大きな要因があって、明らかに今中長期的な円安トレンドに入ってきてます。おそらく年内に103円を目指す動きになっているというふうに思いますけども、これを超えてくると一気にもう110円が視野に入ってきますからね。材料は後からついてきますので、この辺の感覚はぜひ、あんまり決め打ちすることなく自然の流れっていうのをよく見ておいてほしいんですけども、意外と思ってるより早く、110円つけるかもしれません。年内は103円を目指す動き、ただ超目先で言うと来週はちょっと波乱含みですね。世界的に株価がかなり、まあ、今高値を更新中なので、そろそろ一回ちょっと調整が入ってもおかしくない、いう状況になってきてます。まあ、この辺はちょっとね、お時間あれば後半でお話しますけども、いうことで、いろんなその選択肢がありますので、自分に合ったその選択肢をぜひ真剣に、探していただく。そのためには多少のね、やっぱり手間暇をかけたり勉強したりという姿勢が大事になってきます。何でもかんでも人にお任せ、ね、銀行さんの言う通り証券会社の持ってくるものをそのまま買う、これはもう絶対今後やっちゃダメですね。過去それで痛い目に遭っている方も非常に多いと思います。これからやっぱり自分で判断して先を読んで自分に合った運用のスタイルをやっぱり確立していかなきゃいけない。そういう中で、じゃあどんなものがあるのかな、いろいろ関心を持ってください、ね、人間関係でも全く同じです。お金を愛してください。自分のお金をね、大切に思ってあげてください。お金のことを思ってあげてください。自分の資産のことを大事に思ってあげてください。
そうすると必ず資産の方も、自分に対して、好意を持って、返ってきます。対人関係でも同じですよね。相手のことに関心を持って相手のことを理解しようと努力する姿勢、これがないと人間関係っていうのも深まってきません。夫婦間でも同じです。私のかみさんがよく、まあ最近あんまり行ってないんですけど、たまに、病院に行って帰ってきて、私が夜帰ってもう寝てますから、翌朝、初めてその髪を切ってきた姿を目にするわけですけども、もうすでに会社モードに入ってるとですね、いつも の当たり障りのない会話をしてそのまま会社に行ってしまう。そうすると一言もその髪型が変わったことをなんとなく気がついていても、それを口に出すタイミングを逃してしまうと。そうするとですね、一週間ぐらいやっぱり神さんの機嫌が悪いんですね。自分が髪の毛を切ったことも気がつかないのかと、私に関心がないのかと。決してそうじゃないんですけども、やはりその普段関心を持って、見てると、ちょっとした変化、そういったものに対しても非常に敏感になりますし、コミュニケーションがね、非常にスムーズにいきます。ですからお金、自分の資産に対してまず関心を持っていただいて、それを守っていく、その自分でコントロールしていく、その姿勢をぜひこれから意識していかないと、本当に1年後には皆さんの財布の中から8万5千円なくなっちゃうんです、ね。でもう一つデータを申し上げます。日本で今 NISA っていうのが話題になってますよね。これは証券口座でいろんな税制の優遇がある、まあ、仕組みで、もうこれ国を挙げてね、業界を挙げて今取り組んでます。たかだか数ヶ月間の間でなんと300万口座できたっていうふうに言われてます。 401K っていうその年金のシステムが、もう数年かけて、400万口座とかっていう状態なので、いかにこのNISAに対する関心が強いかというのは、この300万という短期間での数字を見てもね、明らかなんですけども、それだけ皆さん株式への投資だったり投資信託とか新しいその資産運用なんかしなきゃいけないな、意識が強いんですね。じゃあ実際現時点で、日本の全世帯の中で株式を保有している世帯ってどれくらいあると思いますか？ね、なんとですね、全体のうち高々 15% しか株を持ってないんです。8割以上の世帯は現預金だけ、まあ一部保険とかありますけどね。ところがこれからは 85% の人がもし何もアクション取らなければですね、この方々は毎年一人当たり、ね、毎月毎年ご自身の財布の中身が8万5千円減っちゃうんですよ。場合によってはもっと減ります。16万減っちゃうかもしれません。ほっといたらお金が目減りしていく時代なのに、何も手を打たなければ、ね、そういうことになってしまいます。かたやですね、この 15% の人は黙っていても、これは私決して暴論を吐くつもりはないんですけど、今日経平均株価1万5000円高いと思う方いらっしゃいますか？まあ、いらっしゃるでしょうね。8000円から見たらもう倍になった、十分もう高いじゃないか。ところがこの株価一番高かったのは3万9800円です、ね。1989年の12月そこから見たらまだ3分の1ですよ、ね。まあ、3分の1ってのはちょっと言い過ぎですけども、半分以下ってことはですね、まだまだ、その株価は僕は上がっていくと思ってます。場合によってはやっぱ3万超えてくるんじゃないかというふうに思ってますけども、ちょっと話がそれますけどね、これ前にもお話したことあると思いますが、日本の株価が歴史上初めて1万円をつけたのはいつでしょう？ご記憶にある方いらっしゃいますでしょうかね。私が社会人になったのが1985年です。その翌年1986年に初めて日本の株価が1万円を超えたんですね。大騒ぎになりました。バブルのね、最後の5年間のちょうど入り口ですね。でそっからなんと最高値をつけたのが、一番高かったのが89年ですよ。86年に1万円を超えて、89年にいくらって申し上げましたかね、3万8900円ですよ。3万8900円、4倍です。3年間で株価4倍になったんです、ね。ですから、当時よりも今日本のその資金の運用量ってのはもう桁が違います。世界の投資家も動いてきてます。そういうことを考えると、3年間で3倍になった株価、ね、4倍になった株価、
今ちょうど1万円、去年、今年超えてきましたよね、また。今1万5000円です。これが、3万円を超えないという保証はどこにもないわけですね。高いと思われる方、ね、ぜひ、そういった歴史からもちょっと学んでいただきながらですね、今何が本当に起きているのか、その本質をぜひ理解していただく必要があると思います。決して株を買いなさいということを言っているわけじゃないんですね。ただ、有り余ったお金、要は預金しててもしょうがないお金が本来どこに向かうのか、まあ、不動産に向かうかもしれませんね。ただ日本の場合は人口が明らかに毎年減ってます。当時は日本は人口がどんどん増えてた時代ですから、80年代とかね、90年まだ増えてました。ところが2005年から日本の人口は減少に転じてますので、で、しかも高齢化が進んでます。少子化が進んでます。ね、1人、2人で4人の親の面倒を見る時代が来てるわけですから、そういう意味では、2人の親から、一つの世帯が、まあ、家を相続するってことになると、当然、需給面では崩れてきますよね。家が余ってくる、土地が余ってくる、人口が減ってきますから。いう意味で、長期的な需給でいうと、まあ、日本の不動産の価格がどんどん上がっていくっていうのは、ファンダメンタルズから言うとあんまり考えづらいんですけども、ただ、お金がね、有り余ってきている環境は、この80年代の後半と非常に似通ってきてるわけですし、まあ、意図的にこういう資産バブルというものを作ろう、あるいは結果的にそれができてしまう、まさにそういう環境が今目の前に迫っているわけです。ですから一部の土地、ね、地域の土地の価格はこれから加速して上がってきますし、全く上がっていかない、ま、逆にその目減りしていってしまう土地も、出てきます。二極化が進んでいくわけですね。株式についても同じです。全体として上がってきますけども、なかなか株価が上がっていかない業種もあれば、あっという間にね、2倍、3倍になっていくような業種もこれから出てきます。全体としては、やはり株にお金が流れていく。アメリカのここ数年間の動きと全く同じことが、あるいはそれ以上のスケールのものがですね、日本で起きる可能性が強いです。アメリカの場合見てくださいね。QE1 から始まって、QE2、QE3 と、3段階の金融緩和が行われました。リーマンショックの後ですね。その間景気はどうでした？確かに今足元回復傾向が鮮明になってきて、アメリカの金融緩和政策がそろそろ終わりを迎えるんだろうというふうな見方になってきてますけども、この間株価というのはずっと、まあ、乱高下はしましたけども上昇を続けてきて史上最高値を更新中なわけです、ね、不動産価格も上昇に転じてきました。結局この金融緩和が生んだものは資産バブルというものを生んできたわけですね。これがまさに今日本で今後数年間で起きてくる一つの身近なまあ、事例なわけです。ですから、一つ今後資産を配分していく先として、ぜひ日本の株というものをしっかり認識していただきたいと思います。勉強もせずに、振り回さってるだけでは非常に危険なものとして映るかもしれませんが、株式投資というのは決して博打ではありません。ね、やっぱり、それなりのちゃんと勉強して学んで、手間暇かけて、その資産を配分する重要な資産クラスになりますので、ぜひ日本株というものもですね、今後ちょっと勉強してみていただく必要があるかなというふうに思います。まあ、かくいう私自身がですね、長年銀行員であったり、まあ、証券会社に勤めておりましたので、実は個別株取引というのは、自分が勤めていた銀行の株しかやったことがなかったです。しかも、自社積み立てですね。ですから株式投資というのは私個人としては今までほとんどやったことはありません。まあ、一部強制的にやっているその積み立てとか、あとその、当時銀行で販売していた、日本株のファンド、投資信託に積み立てをしたことはありましたけれども、個別株投資というのは実はこの社会人になって30年弱になりますけど一回もやってないんですね。で、今年初めて実はサントリーの上場の時に株を買いまして、まあ、これもすぐある程度のところで手放しましたけども、やっぱりその個別銘柄を真剣にやろうと思うとですね、それなりの業界分析だったり最低限の知識の習得というのは非常に大事になります。でもそれをやるだけの価値がね、あります。これからの時代は。
ですから、私も今一生懸命個別株も含めて勉強を始めているところなんです。でこれを具体的に早く実践に移していきたいなというふうに思っておりまして、まあ、私どもの AOIA の学校でもですね、こういう株式の投資の、カリキュラムも今後増やしてまいりたいと思ってますが、私自身はどちらかというと金利為替が専門ですので、まあ、円安、それから金利がこれからどうなっていくのか、まあ、こういったお話がね、皆さんも聞かれていて、あるいはこのインターネット、テレビを見られていて、どうしてもそっち系の話が多いなというふうにお感じになっていると思うんですけども、まあ、これ、私の専門分野がそっちなんでね、ある意味、大変しょうがないというか、ご迷惑かけている部分もあるかもしれません。ご覧になっている方々の中には、どの銘柄をいつ買ったらいいんだっていうのをね、知りたいという方もいらっしゃるでしょう。でこれは個別銘柄についてね、言及してしまうと、日本の金商法上の関係もありましてですね、これはなかなか難しい問題がありまして、助言という行為になってしまいますので、なかなかこういう公の電波の場では申し上げられません。かといって私どもの学校ではその個別銘柄の、推奨だとかそういったことも一切やっておりませんので、あくまでそのご自身で判断いただくために必要な、まあ、ヒントになるようなもの、あるいはその考え方、最低限必要な知識、こういったものを取得してもらって、実践にへの、まあ、役に立つようなスキルアップにつながるような、こういったカリキュラムをご用意しとるわけなんですけどね、まあ、日本の株については私もこれから勉強して、具体的に皆さんといろいろね情報交換したり意見交換をして、お話をして実践に移していきたいなというふうに思っております。先ほど申しましたように、皆さんは現時点で 15% の方しかその株式の保有をしていない。これは国が取ったかなり厳密な統計上の数字です。残りの 85% のままで居続けるのか、あるいは意識改革をしてこれからのインフレ時代というものを正しく捉えて、皆様の家計ベースで何か防衛できることの一環として、この 15% 側の立場の人になるのかね、これが今後数年間で大きな格差を生んでいく、いうことになりますので、知って何もしないのはこれは単なる怠慢です、ね、知らないでいるのもこれからはなかなか、まあ、許されなくなってきている。ですから自分の資産一生懸命働いて、給料が上がればいいわけですけど、なかなかそういう時代でもない。その中で、資産価値をどうやって維持して、少しでも増やしていくのか、そのためには皆様方の日々の努力と、やっぱりその具体的な、ね、アクションが求められている、そういった時代になってきてますので、まあ、繰り返しになりますけども、世の中の出来事、ご自身の資産状況、これからの将来のプラン、夢、こういったものに関心を持っていただいて、傍観者ではなく、ぜひ当事者意識を持って、いろんな日々の活動に、当たっていただきたいなというふうに思います。まあ、今日ずっと一人で喋っておりまして、単調になりがちなんであれなんですけども、今日ここでお見せしたグラフはですね、非常に歴史的な転換点を示している非常に重要なグラフです。物価が我々の、生活を脅かしつつある、そういう環境にインフレの時代に入ってきている。ですから過去20年間で自然に身についてしまった考え方、それから行動様式、これを今思いっきり変えなきゃいけない時期です。ぜひそのことを強く意識していただいて、そのために必要な具体的な知識、それから行動様式、こういったものを学んでいただいて、ぜひ実践につなげていただけたらなというふうに思います。今日私どもハワイの西山先生をねお迎えした講演会も開いております。来月はですね、私どものやはり顧問の門川先生のですね、このチャートも実は門川先生のデータから今日拝借して、今月の授業で使った資料をご提示してるんですけども、来月また今年で3回目になります門川先生をお迎えした講演会もありますし、毎月第4土曜日は私が午前中ですね、約3時間、過去1ヶ月間の振り返り、それから向こう1ヶ月間の相場の先読み、こういった授業もやっております。この授業ではですね、ご自身のシナリオを書く力、先を読む力を身につけていただく、その定点観測をしながらですね、いろんなヒントを、意見交換しながら
ご自身 の, そのシナリオを書く力を向上させていくと、精度を高めていくと、まあ、こんな授業もやっておりますし、いろんなあの授業のカリキュラムをご用意しておりますので、ぜひ一度また私どもの、www.aoia.co.jp ですね、こちらのホームページの方にもアクセスいただきまして、いろんなカリキュラムなんかについてもご覧いただければというふうに思います。また最近この11月10月ぐらいからですかね、私毎週月曜日に動画の配信をいたしますしております。グローバルストリームというタイトルで、まあ、だいたい毎回5分ぐらいの短い、週間のコメントですけども、先週の相場の出来事、それから今週1週間の、まあ注意点、あるいはその、基本的なトレンド、まあ、予測までいかないですけどね、そういったポイント解説、こういったものを5分間でほぼ毎週これから引き続きお届けすることになりますので、こちらもあの YouTube で私どものホームページの方にアップしておりますので、ぜひご覧ください。いろんなあの会員様に向けたあのレターも内容もかなり充実してまいりました。で、最後もう一つだけね、申し上げておきたいのは、やはりこれからは英語というものは非常に大事になりますので、ぜひ英語にも関心を持っていただいて、少しでもその英語に触れる機会を増やしていただきたいなというふうに思っております。特に金融経済用語っていうのは若干普段聞き慣れない言葉だったり、普段同じ全く違う意味で使ってる言葉が意外と、違う意味でね、相場の中で使われたりしますので、そういったものの知識も深めていただいて、直接英語の情報を取りに行く、まあ、こういったスタンスもね、これから非常に大事になってきますし、ちょっとした手間暇の差がですね、大きな資産格差を生む、こういった時代になってまいりましたので、ぜひ皆様の意識改革と、具体的な行動を、心から、期待いたしております。決して上から目線ではなくですね、私どもと一緒に学びながら、私どもも共に成長して、これからの日本の将来をやっぱり明るくしていく当事者として、まず、経済的な基盤を固めていく、そういうことが非常に肝要だと思いますので、ぜひ皆さんと一緒にこれからも学んでいきたいなというふうに思っております。あっという間に1時間弱ですからね、時間が経ってまいりました。来月はまたあのゲストを招きして、もうちょっとどうしても私の話は難しいというふうに言われてますので、もう少し具体的な事例なんかも交えながらですね、まあ、クイズとか、いろんなそういうやり取りをしながら、この番組構成も特にこの楽しい資産形成塾パート2の方ではですね、割と市場の動きにフォーカスした、構成になってますので、来月以降ですね、一段とパワーアップしてまた皆様に楽しい番組をお届けしてまいりたいと思っております。ということで、お時間になりました。今月もありがとうございました。また来月以降もぜひ楽しみにしてください。それではこの辺りで失礼いたします。ありがとうございました。